バザールへ来ました。多分あれが看板みたいな感じですね。裏側やから見えへんけど、ここは主に食材とか日用品とかのバザール。あ、甘いな、匂いが。完全にこれコアラの町やん、ね、めっちゃ甘いな、匂いが、すげえ。ハムソーセージ、こっちもサラミ、これさっきあったやつや、ね、こっちもこんな感じで吊り下げられて、コンドミニアムがこの筋ずっと立つみたい。ゴールデンレジデント、ゴールデンハウス欲しい、ウズベキスタン、ダシュケントのオベック駅近くね、これね。アフソナっていうウズベク料理屋さんで、ちょっとここが変だよウズベキスタンネタをちょっとください。仕事の話なんですけど、全部紙のレター社会なんですよ。あ、全部紙くれと。紙でしかも生のサインをして、ハンコがないと絶対ダメなんですよ、であとそれがなんかホテルで、例えばセミナーをやりたいから、ホテルのなんか契約書を交わすんですよね、契約を交わして、でなんかレシートとかインボイスをもらうにしても、なんか1枚はハンコをしてサインをして渡さなきゃいけない。いるそれみたいな。そうそうそう、もう支払いも終わって、じゃあさようならって言うときにハンコとスタンプをして、でないって言うとじゃあ郵送で送ってって言って、めんどくさいな。そう、もう終わったことなのに。あ、事後で、事後で、事後ですよ。こっちさ、スタンプなんかに2回ぐらい押せん。そう、なんかいっぱいあるんですよ、サインして押すところが。ねえ、なんか何枚もあるし、1回押した上に重ねて押したりとか。そんなやったの。な、多分サインのハンスタンプが1個あって、でその上になんかこうスタンプを重ねてみたいな、ちょっとめんどくさいなみたいなスタンプあるよね。変だよね。確かに。ただの愚痴なんです。いやいやいや、いいと思うよ。それね。え、それは何？カンボジアではなかったの？ネパールでも一切なかったです。ネパールはなさそうやな。ネパールはもう全然、まあ、カンボジアもないな。こっちは生のサインスキャンじゃダメ。ああ、そう、あ、スキャンダメか。手書きでください。支払いのことは絶対しない、手書きでスタン。やっぱ多分あれやもんな、ごまかすやつの意味やもんな、普通に。そういうことですかね。まあでもいろんな不思議があるよね。あれ、掃除してる人らはなんで掃除したはんねんね。街中綺麗やん、とっても綺麗で、めっちゃでかいなんか竹のほうきでこの広い歩道をわさーってやってるおばちゃんおるやん、あれは雇われてやってる。それ雇われじゃないですか、雇われ市が雇ってるんじゃない。市が雇って毎朝掃除してる。でもあんなマンパワーで、あれちょっとおかしない。私がやるんだったらもっとやり方はあると思う。清掃者みたいな。そうとかもあるやろうし、普通にごっつい竹ぼうきやで。確かに。しかも俺ら歩いてんのに気にせずやったりとかさ、いや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 みたいな。ちょっと飛ばなあかん時とかもあるやん。ちょっとどうにかしてほしい。スプリンクラーすごいじゃないですか。あ、芝生のこぼしとるな。そう、歩いてる人もめっちゃ足元かかるじゃない。びちゃびちゃみたいな。ここあるみたいな、水たまりになってんねんみたいな。あれ多いです。
水道代は安いんだ。それも不思議で、雨全然降らないじゃないですか、うんうん、乾燥してるもんな。そう、めっちゃ乾燥してるのに、うん、こんな水使い放題で、うん、どっから来てるんだろう。山の水、川もそんなね、大きくもないし。ほんまやね、水豊富に使うけど雨降れへんもんな。めっちゃええ天気やしね、雲ないし、ね、それ不思議やな。なあ、ほんまスプリンクラーの量半端ないもん。びちゃびちゃなっても、水たまりなっても、そこら中刺さってるじゃないですか。なあ、過剰に出てるよ、うん、水な。出てます。あれおもろいな。スプリンクラーね、ここ変やな。うん、まああと階段の段差が変わるとかね。幅。まあそれはあのカンボジアも一緒やけど。あれってなるよね。あ、揃えろよみたいな。この間ね、あの9階建てのビルの9階に行かなあかんくってエレベーター乗ったで、3台エレベーターがあって2台使えなかったで、1台だけ使えてめっちゃ人がおった。なかなか乗られへんで、やっと乗れて、で9回ボタンを押してるんだけど全然反応せへん。で誰かが7回押したらガーンって上がりだして、で7回でみんな降りて9回押してるんだけど全然行けへん。でその7階から違う人が乗ってきて1回押したら1回ガーンって下がっていくねん。でっつって聞いたら、いやこのエレベーターは7回しか止まらん。でようボタン見たら7回と1回だけすり減ってんねん。そこで判断するしかない。いやそれもうちょっとこう隠すとかさ、ちょっとノーティス書いてもうて7回しか止まりませんとか書いてもらわんと全然分かれへんやん。で7階まで上がって9階まで行ったけど、で9階に用事を済ました後4階に行かなかった。悩んだな、どうしようかなみたいな。7階まで降りて乗って1階まで降りて4階に上がった方がいいのか、それとも7階から4階までそのまま降りた方がいいのかみたいな。4階はエレベーター止まらない、17しか止まらない。どうするよみたいな。もうちょっと親切心があってもいいのかなっていうね。であと今日困ったのはあれや、 ATM 電源入ってないよ、ほとんど壊れてるのか。いや多分電源が刺さってない、反応せんもんな、全く困るよね。今日はやっとお金を押せてホッとしたもんね。しかも5万円だそう思って、5万円から始めたらあかんくって、4万円あかんくって、3万円でやっと出てきたもん。これいつまでやったらいいんかなみたいな。出せるかわからない。わからんな。それも謎やな。あ、郵便ポストはあんまり見ないんだけど、どこにあるの郵便ポスト？あれ街中ないですね。あ、田舎にはある。あります。ありますね。うちの近くありました。郵便ポスト？うん、多分あれはポストだった。あ、そう。郵便ポスト見ないね。どれが郵便ポストかすら分かれへん。サマルカンドで何個か見たけど、試験度で見ないね。郵便局どれか分かれへんな。ぱっと見分かれへん。ここで見ました。ポスト。ああ。
まあ、ちょっとしたことでだいぶ良くなったりだいぶ変わるやろうけどね。あの今日の車のあれもそうやん。あのじゃあじゃあバザールのとこの駐車場のこう駐車してる車の前に駐車するみたいな、で結局通れるとこが1台分しかないって、すれ違われへんみたいなね。あれはちょっとあれ困ったな。しかも出せないじゃないですか、それ後ろにね、うん、どうすんだよな、うん、おいって言うんかな。そうでもね、その人バザール行ってたら、うん、ね、聞こえないしみたいな。どうすんだよね、あれ困るよね。そういうの困るね。でさっきな、ここのあのテラス席でタバコ吸えるけど、タバコ吸ってたらおい煙たいぞみたいな、タバコやめてよみたいな、まあウズベク語で言ってたからなんて言ってたか全然分からへんかったけど、めっちゃ多いやん、うん、その辺でね、うん、ほんで帰り間際になんかごめんねみたいな、言ってごめんねみたいなこと言って帰っていって、いやそれ言うやったらちょっと我慢せよみたいな話や。その辺もね、でも言い出したきりないな、いっぱい出てくる。まあこんな感じか、とりあえず第1回、はい、ありがとうございます。いろほんさんが7年ぶりに実家に帰るの、家？お？あ、ここで？ここで妹が幼稚園作ろうとしてるの？今作ってる最中なんだね、幼稚園ね、ここでね。で、その横がいろほんさんのお家で7年ぶり帰ってくるの。すごいな。7年ぶりだって。信じられへん。じゃあ7年ぶりの感動を。明日がサマルカンドの日なんやね。そうそう。でそれにサマルカンドの日に向けてこういうバザーが開かれるね。明日がメインです。これがスイカね。いつもはここにバザールはないんだね。ないです。普通はこれが、ね、あれは公園で、うん、ここはその人が歩く道だけでね。そういうサマルカンドで収穫した野菜、うん、果物、うん、全部ね、食料、うん、で民族衣装着て、そうそう、でかいねこれね。ね、すごい大きい。取ってあげよう。はいはい、チーズ。これゴーヤです。ゴーヤ？ゴーヤ珍しいですよね。へえ、ちっちゃいゴーヤ。ゴーヤもここであるの珍しい。ゴーヤとザクロと、ザクロが有名なんだね。すごいね、にぎわってるね。でも明日が一番のにぎわいんじゃない？くるみ、うん、くるみ屋さん、へえ、ドライフルーツね。ドライフルーツも有名なんだね。はちみつ、はちみつね、これ有名だね。ね、はちみつ、サマルカンドはちみつとリンゴだね。リンゴと蜂蜜。カレーしたらいいよね。バーモントカレーね。
リンゴと蜂蜜でカレー。だからこれもドライフルーツね。お肉屋さんも多いね。あーなんか戻ったはるわ。食堂に来ましたよ。こんな感じで自分で選んで取るパンとワンイズオッケージャストワン Thank you。 これだね、このはい、これしようか。これが美味しい。これスープでしょ。あ、これしよう。これワン。ワン。一番次。うん。何がいいか。これがいいね。これしようか。これ。ワンワンワン。ワン。ビッチャーやってて。これもしよう。これ。何やってる？うん。すごいな。絶対腹いっぱいなの。頼みすぎや。なんか飲み物？これはいいかな。まだ出せるんだろう。
バザールです、超ローカルバザール。ここは、ロサマルカンドから車で 3,40 分来たことかな。なんちゅう町やったかな。ジュマというところバザールです。すごい大きいみたいね、ここは。ここは日用品が売ってます。あ、伝統的なウズベクハット。これはなんかあれ、冬場のなんかあったかい帽子。かわいい子供用のジャケットスーツ。はい、ありがとう。こんにちは。アイルホンさんのご家族です。カーテン屋さん。ジマのバザールすごいね。すごい、やっぱずっとここで私は、ね、商売やって日本で来る前、まあ、週末だからすごい人も多いね。こっちの表の方も、表の方もいっぱい。もう冬物がすごい売ってるね。懐かしのおばさん。おばさんたちはあれ何を売ってるの？ドル。両替してんの？両替屋さんだ。ドルからスムに両替したり。あ、両方やってるの？
銀行だ。すごいね、順番大きいね。大きい、ここすごい発展してるところ。ねえ、すごいね。この辺がタクシーで。シンドルサバルカすごいね。これは水を売ってんのか。びっくり、仰天や。ここからタシケント行きの、首都のタシケント行きのタクシーが、個人タクシー、長距離タクシーが出発する場所やね。で、こっちの反対側がこの小型のバスたち、まあ軽トラやね。軽トラでなんか田舎の方に行くみたいよ。このバスのターミナルになってて、ターミナルとバザールが併設してんのかな。多分バザールめちゃめちゃ広いよね、この壁沿い。これあれでしょ、壁沿い全部バザールでしょ。あの屋根とかもバザール。バザール全部バザール。すごいね。ということで、今からですね、このメンバーで温泉、なんていう温泉なの？ナゴルネ。ナゴルネっていうところで温泉がある。ナゴルネ。平均年齢めざ高いメンバーで温泉に行ってきます。しかもこの車で5人乗って、まあまあしんどいな、これ。頑張ってきます。ナゴルニ、ナゴルニっていう温泉地まで車で1時間、あ、1時間ぐらいで行けるんだ。1時間、あ、1時間ぐらいで着くそうです。はい、運転してるのが高校の先生、校長先生しながら大学でも教えてて、自分でもすごい学習塾手広くやったはる社長さんと、日本さんのお父さんが助手席に乗って、でこの横にいるのが、日本さんとこの横が、送り出し機関の会長さんになる。じゃあ行ってきます。はい、ということでお昼ご飯食べます。あ、いいね、伝統的な席やね。これなんていうの、この席のこと。カルバ。ん？カルボット。カルバ。カルボット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 という、こう、高床のテーブルだね。ここはなんかね、ステージもある。さあ、何が食べれるかな。So please teach me about your image in Japan. Your image. Japanese when I was in Japan. Have you been to Japan before? Yes. Oh, really? Nakamura-san. Oh, I see, I see. We were together working there. Oh, really? Yes. I like Japanese people. Why? Because they is very true and they are very good culture. Culture, yes. Yes. Respect. And they too, I said Uzbekistan is very good. True? Yes. They all people.
zoomy. Mm-hmm. And, it's a very beautiful place. Mm-hmm. Like, the whole place is respect with each other. Mm-hmm. In a sense. I want to live there. I would be live there. Really? 5 years, only 5 years. Why? Because in my life I want to live anywhere with my family. Mm-hmm. That together or tomorrow we will all people go to the next world. Yeah. I want to change my life. Mm-hmm. Life side. Mm-hmm. I would be choosing Japan. Okay, okay. Yeah. Because I have one of it. I like Japan. Watashi wa sakana wo tabemasu. Sakana wo tabemasu.